はい、と、続きやっていきます。ブレスオブファイア2続きやっていきます。なんかね、どんどん増えていきますね、仲間が。ステンも仲間になりますが、サルさんですね。で、ここなんでしょうね。この見せ物がつまんない方に100銭にかけるは、変わった生き物って、スジコナマダラメイガ。それともトリコグラマセンブリディース。あっちのカウンターでお金払ってから来てください。怒られた。どこに行っても客は来ない。次は音楽の国だろうけど、やっぱりダメだろうな。言葉も通じないし、はぁ、あ。あ、寄ってらっしゃい。見て、らっしゃい。世界広しといえども、あの草人間が見られるのはここだけで、ございます。お題はたったの30銭に、たったの30銭に、30銭に。見たけどね。見たけど、ちょっと何か変わりがあるかもしれないから。一応見ておきましょう。何か変わりがあるかもしれない。ああ、唾が飛ばされる。唾を飛ばされる。で、ここにいる亀も変わりなし。亀の餌どうです？これね、ミミズなんすよね、結局は。変わりない？ 30 銭に無駄になった？世にも珍しい草人間はこの中だ。さあ、よく目を凝らして見るんだよ。いましたね。はい、おしまい。楽しんでもらえたかな。草人間怖かったかい。もう一回見たかったらお小遣い持ってまたおいで。変わりが全くないじゃないですか。夏物じゃ耳を怪我して目が見えなくなるのは目が同じじゃないですか。メガネの人もうアンダー30銭に損しました。入る必要なかったみたいです。看板、クジラまんじゅうのお求めは信頼あるクジラ岬へ。何を言っているんだい？クジラ岬？どこのこと言ってるの？イラーゴブリン。強そう。ステン、死にまね。あ、敵一体炎のつぶて。これは、バルーとか使っておくか。食らいますね。アダム。うんうん。やっぱね、人数が増えた分、やっぱりいいですよ。攻撃が増えるっていうのは。攻撃回数が、コッシュレベル11、よし。あ、実はお金これ、800か、800。ちょっと怖いんで預けてこよう。あだ、お金大事なんでね、このゲーム。先制攻撃、ああ、いいですよ。戦う。パダム。これ分けちゃって、これでバルすれば倒せるんじゃないですかね。おーおーおお。多分、ステンさんあんまり、その攻撃力高くないんじゃないかな。どうだろう。うん、これで一掃できますね。ああ、いいですよ。ちょっとどうかな？ステンさん、ステン、ステンさん、ステンさんの攻撃力、39。あんまりそうですね。攻撃タイプではないんですね。ボーイナイフっていうのもあるかもしれないですけど、あんまりその攻撃力、攻撃特化タイプではないんでしょう。だからといって、多分パダム？使えるからといって、ニーナ様には、及ばないですよね。中途半端なキャラなんじゃないかな。預けよう。ね、できればこれ、ボッシュとか、ランドでしたっけと、変わってほしいところではありますね。この、ステンさんをね。うん。この、サルさんをね。お猿さんを。まあ、とりあえずちょっと下、行ってみますか。こうなんだろう。あ、なんでもないか。ここね、渡れるはずなんですよね。こうやってね。そうそう、行けた。ここね。右端の方にもなんかね、あったんすよね。でも。確かね、バファデルさんがいた森の右奥にも、多分このステンが行けるとこあったんすよ。ちょっとそこ行ってみようかな。はい、と、着きました。着きましたね。この左下の方が、ババデルさんがいた森ですね。で、ここ何これ？この、
この釣りスポット何？まあ、ここ渡れるんですよね。これ無理じゃん。え、できんのかな？あ、行けるんだ。なんかもう。行けるけどさ、木の竿じゃ無理なんじゃない？まあ、ちょっとやってみますか。木の竿をね、すぐなんか壊れちゃうんですよね。あの、弱いやつ、こいつくらいしか見えないんじゃない？あ、ほらほら、木の竿では、回復しないですもんね、こう放置しても。無理っすね。ちょっと戻りましょうか、しょうがない。ここ何なんすかね。なんか、家がありますけど。今来て何かありますか？お、なんだろう、誰？どうも、セーフィー、預かり合っていいと思わない？もし預かったものをなくしたらって考えただけでゾクゾクしちゃうわ。は？怖っ。え、これだけ？これだけか。預かり屋になりたい子がいただけだった。そうか、そうか。ババデルさんの右上はこれだけだった。よーし、戻ろう！ってことで、そうですね、カットしまーす。はい、と、再開、というか、カット終わりということで、ちょっとね、ウィンディアの奥地ですね、カペタン村でしたっけね、そちらにリザードマン。いや、こいつ初めて見る敵ですね。ステンのこの使い方が割と難しくてね、困っているんですよね。何をするにも、あ、必殺三連チャンすごい。何をするにもね、ちょっと中途半端な強さの敵じゃない。仲間ですね。何かに特化している感じでもないですしね。ちょっと難しい目ですね。まあまあ、味方が増えることに、悪いことはないんでね。うん、いいですけど。やっぱね、このパダムを使って攻撃するくらいしか今のところ使い方がね、ないですよね。ただね、そんなに AP もあるわけじゃないですしね。うん。おう。リザードマン。何かコッシュだけが変に強くなってきましたね。まあね、最初から使っているキャラだから、しょうがない、しょうがないというか、そうなるのは当たり前ですよね。一人だけレベル上がりますからね。これ、コッシュだけ、どん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 レベル上がっていきますね。ボッシュとか、ランドとか、わあ、なんだ、気持ち悪い敵。人でキノコですって。そう、ボッシュとかランドとかとも、どん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 、その、レベル差が、ね、広がっていきますけどね、どん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 、なんだろう。仲間が弱くて、こっちだけが強くなる、え、何？あ、足が遅くなるのかな？うん。行動力が下がり、特能ですかね、パダム。20、結構食らいますね。バーで。リザードマン、これ、一回で倒せないかな？倒せないか。うん、攻撃力も弱いですね、ステンさんは。うん、なかなか難しいですよ。使いどころが難しい。あ、これ、いけるか。あ、いけた。あ、いけない！おで、これはこっちに攻撃して、リンプーさんはここでしょ。で、特能でここ。で、バルかな。後ろのこの、ドクロのなんかミノムシみたいなやつ、結構強いんですよね。硬かった。うん、さっき戦ったんですけどね。カット中に出てきたんですけど、結構強かったんですよね。ほら。コッシュの攻撃でこれですもんね。おお、必殺いいですね。バル。これで一層というか倒せるでしょ。うん、いいですね。256。お、ストールを身につけた、ストール？
ちょっと見てみますか。僕のでニーナさんのストーリー、敵の攻撃力を下げる。あ、悪くないですね。あそこちょっと届かないでしょう。こっち何かある？なさげ。うん、なんかこういうね、でも、行き止まりに行きたいんですよね。できればね。うん、探索をしたい。あの草行けたな。無視しなくてもよかったかもしれない。ポイズンムーバーで、毒のパダ、攻撃でいいかな。バディ。ペンさんね、AP があんまりないんで、パダムをガンガン撃つっていうのもなかなか難しかったりするんで。うんうん、19。ポイズンブレスは、うわぁ、毒消し買ってないな。ヤクリ、使えるやついないし。うわぁ、毒消しは買ってないぞ。買ってないですね。ちょっとこれ守り煙使おう。で、ちょっと突き進んでいきましょう。その、あ、あったあった。ここじゃない？なんとかの村。モンスターハンターって知ってる？あいつは何でも捕まえて売り飛ばすから気をつけなよ。ウーパールーパー、一匹高っ！もう珍しい。4連続のメスじゃないか。これいくらで売る？何こいつが。アルの実はすげえまずいんだけど、ウーパールーパーはあれが好きなんだ。ほんと好みって色々だよな。アルの実が色づく頃、この森に美しい少女が現れるって聞いてずっと待ってるんだ。え、少女をどうするって、そりゃ売るんだよ。ないこいつは。お前たち、ウパルパって知ってるか知りません。海に面した崖っぷちの洞窟に住んでいる動物だよ。見せ物なんかに高く売れるぜ。そうなんだ。宝蓮族。宝蓮族？あ、これで何族かわかる？俺も。ああ。宝蓮族って言うんだ、リンプーは。ね、宝蓮族。これ、いくらで売る？いやー、焦げ臭い。あ、こんなの調べられた。何かないかなー。元気玉。うん、いいですね。元気玉を手に入れた。宿屋とかなかったか。いやー、ここ行っちゃダメでしょう。ちょっと守り煙が効いているうちに、戻るのはめんどくさいので、うわー、結構、こう食らいますね、これ。毒消しがないときついんですね、やっぱり。ちょっと避けて、うん。でも、守り煙あるからね。なんとか、そのカペルペの村までたどり着ければいいな。いけるでしょう、いけるでしょう。ずいぶん先にあるんだな。もーし、いけた。あヘッタイ！よーし！ギリいけましたね。よーし、よーし、よし、よし。ちょっと止まろう。止まったらこれどこなんだろう。治るかな？毒消し治ってほしいな。毒消し買っとこう。もう忘れないうちにね。はい、またのお越しをお待ちしております。よし、よし、回復してますね。よかった。よかった。守り煙使ってよかったっすね。戻るとこだった。道具屋さん。で、毒消し、あったあった。もう9くらい買っときましょう、もう。ね。守り煙もちょっと1個補充しといて、呪いを解く。高いな、でも。知力の回復があるんですよね。これ割といいですよね。さて、カペルペの村は、これは、あれですね。黒い翼。聞き耳頭巾を盗んだ、犯人がいるかもしれないっていうことで来たところですよね。ラッカー。俺はペンキ屋のラッカーだよ。それにしてもペンキの匂いって本能に、あー、これは今だったら絶対ダメなやつですね。行っちゃってますね。ペンキ。なるほどね。ちょっと言っちゃってますね。あれもうダメでしょ。
あれ絶対ダメでしょ。今だったら絶対ダメだな。ね。うん、キャラですよ、あれ。うん。現代、2024年では絶対ね、ダメなキャラですよ。うちの子が井戸にあわあわ。井戸？根性玉。井戸？井戸に落ちてる？井戸どこなの？助けに行かないと。ちょっと記録だけ取らせて。あわあわじゃなくて、なんかどうにかしないと。いけないじゃないですか。井戸ってどこですかっていうね。井戸が枯れちゃって水が出なくなったんだよ。その子供が穴に入ってっちゃった。その上、その子供を探しにいた。村人たちが誰も帰ってこないんだ。あ、ここ武器屋ないんだ。船で西に行こうと思ってるんだが、それどころじゃないみたいだね。なるほど。ん？ああ。全員が登らないと。入らなかった。うちの人も子供も探しに行ったまま帰らないんだよ。まあ、あの人のことだ。心配して。そうっすか。心配してあげた方がいいんじゃないですか。ウィンディアで装備整えるべきだったんですね、これ。でも、この距離戻るのちょっとしんどいぞ。この村の家は3種類あるじゃろう。それぞれ違う大工が作ったんじゃよ。へえ、珍しい。確かに。全部違いますね。この一番左の明らかにアラビア風な家は何なんですか？もう誰もいない。なるほど。井戸の中ですね、これ。明らかに井戸の中に行くんですね。装備があまり整ってないけど。まあ、しょうがない、行こう。もう、何？もういる。何か。あ、レムさんでしたっけ？なんだっけ、こいつ。レイか。レイさん。すみません。怪我はありませんでしたか？この枯れ井戸で子供が行方不明になったんです。村中で探しているんですが、こんなモンスターがうろついているとは。うわぁ。アリ？アリっぽいですね。ゴディブ。ゴディブ。チョコレート屋さんみたいな名前してますね。アダムとか聞きそうじゃないですか？必殺。あ、必殺。妊婦さん、そういえばあれなんですよね。武器全く新調して、うわっ！新調してないんですよね。いや、こいつ強いな。必殺こんだけ出してもまだ倒れない。よしよし。早く助けないとみんなが危ない。皆さん私に力をか、嫌です。嫌です。怖いですね。ああ、そうですか。わかりますよ。助かりますと。では、ついてきてください。わあ！待って、ステンが倒れたままなんですけど。待ってくれよ。こいつは私に任せて、あなた方は奥へ。ステン、そうですよ。倒れたまま。これは全滅フラグですか？でも、ステンいなくてもなんとかなるかな。ステンさんそんなに戦力にはならないんでね。カメさんですか？カメに乗ってこう行くという。あー、絶対戦わなきゃいけないとこ。お、俺の息子があんな場所に助けてやってくれ。どこですか？見えないけど。ん？あいつがいないとこ、あ、こ、今。めちゃくちゃ邪魔なんですけど。着付け役ないんだよな。着付け役1個くらい買っとくべきなんすかね。パドラ、そうそうそう。このね、リンプーさん、パドラームっていうのを覚えたんですけど、使用 AP が20で AP 今8しかないんですよ。いつ使えるのって話ですよね、これ。変なの。真空の刃。必殺ドカーン。必殺でこれしか食らわないの。
待って、これは無理だな。全滅しちゃいそうですね。何が食らう？レイガーが食らうのかな？それくらいちょっとわかりたいな。ああ。ああ。ちょっと装備整えてこないといけないですね、これ。倒せちゃいそうですね、これ。お。倒せちゃった。けど、まあ、ちょっと厳しいっすよ。あの子供だけ助けて戻りますか？戻りますかというか リフラルエキス、リフラル？全員の体力の回復。はあはあはあ。レイさん、なんかね、怪しいっすよね。どう考えても。あの子を助けないと。ここでこっちに行って、話しかけてですね。亀と遊んでいたら帰らなくなったんだよ。ゴンチャロブ。今、あがいてみるか。精神派。お？星は怪しい。一人で戦うのは無理だろう。精神派。ゼロ。操られてしまった。永遠に、これは、気合とかやってみるか。うおーっと。31。すごい回復するときあるんだよな。これ精神波絶対、ああ まあまあ、しょうがない。全滅しました。どこまで戻る？ここなんすね。では気をつけていかれよ。ちょっとね、これウィンディアで、装備を整えてきます。ということで、そうですね。これどれくらい取ってるんだろう。そうですね。ちょっととりあえずこれくらいで終了します。次は、装備を整えてリベンジするところから再開しようかなと思います。では、ここまで見てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。